こんにちは、ようこです。今日は1月の25日の月曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日のこのドルトムント市なんですけれども、現在朝の11時で気温がマイナス1度で寒いんですけれども、よく晴れているので、まあ、気持ちのいい過ごしやすいお天気になっています。で、今日お話しさせていただく内容なんですけれども、このドイツの新型コロナウイルス感染症の状況と、また新しい、ね、情報が入っていますので、まあ、そちらについてお伝えさせていただきたいと思います。からなんですけれども、まあ、ドイツこの国内においてなんですが、このワクチン接種センターでのワクチン接種の、まあ、予約の、まあ、受付が始まりました。1月の25日の8時からということで、まあ、電話もしくは、まあ、オンラインで予約ができるということになっています。で、今回このワクチン接種センターでこのワクチンが受けれる対象者なんですけれども、81歳以上の方となっています。で、その方々が、まあ、今日から、まあ、今日の8時からなんですけども、まあ、電話かもしくはオンラインで予約が、ね、できるということなんですね。で、まあ、どういった、ね、まあ、このオンラインの状況かなと思って、まあ、先に見ていただいた動画なんですけれども、そちらの、ね、まあ、このオンラインの方をアクセスした状況なんですけれども、まあ、案の定ね、この繋がらない状況になっています。まあ、一気にね、今ね、この電話とかオンラインで予約をしようという人がいて、もう今このオンラインも、もうこのサーバーがね、もうこの、いっぱいいっぱいで、繋がらない状況になっているのではないかなと思われます。で、このワクチン接種センターを運営するのが K4VL という、まあ、かつてアルツリッシフォアアイニグングウエストファーレンリッペという健康保険医師会というところなんですね。で、そちらが、まあ、オンラインでの受付と電話の受付をしているということなんですけども、まあ、事前に私もこのオンラインの受付についての情報を得ていたんですけども、まあ、そこでも書かれているんですが、まあ、この予約が始まって、まあ、この予約できる状況ですけれども、まあ、おそらく、まあ、多くの人がアクセスするので、まあ、なかなか、ね、予約できないと思いますが、まあ、我慢して、まあ、忍耐強く、まあ待ってくださいねということが、ね、書かれています。で、ちなみにね、この私の夫の両親が、まあ、高齢で、まあ、母は82歳で、父は95歳なんですね。で、二人とも今回のワクチン接種対象者になるので、まあ、二人に代わって、まあ、今朝、夫が、まあ、8時過ぎに、このオンラインで予約をしようと思って、まあ、アクセスしたんですけども、まあ、その際もね、もうすでに、ちょっとね、もうアクセスできない状況だったんですね。まあ、そのためね、まあ、ちょっとしばらくね、様子を見たいと言ってね、まあ、今日はね、会社に行っています。まあ、ワクチンの、効果をかなりね、期待する人たちがね、多いんですけれども、まあ、ただし、ワクチンそのものが全て感染を防止するわけではなくて、まあ、新型コロナウイルス感染症にかかっても重症化しないっていうことだけですし、まあ、それもね、まあ、どこまで、まあ、期待できるかっていうね、まあ、そういう部分もありますので、まあ、過度に期待せずに、やはりね、自分でしっかりね、できる感染予防はね、続けていかないといけないと思います。まあ、例えばこのマスクの着用であったりとか、まあ、人と人との、ね、接触はなるべく避けるとか、あと、まあ、しっかりうがい手洗いをする、また感染しにくい、ね、まあ、体力づくり、免疫機能を高めておくような、ね、まあ、体力づくりも、ね、しておかないといけないかなと、ね、思っています。で、そういうことで、まあ、このドイツでは新型コロナウイルス感染症の拡大がまだまだ収まらない状況にあります。で、ロックダウン中なんですけれども、まあ、このロックダウンも昨年の11月の2日から実施されていて、まあ、もうすでに3ヶ月が経っているんですが、まだまだね、収まらない状況にあります。またね、この変異したこのウイルスも入ってきているので、まあ、さらにね、この感染の拡大が、まあ、広まる、ね、可能性もありますのでね、まあ、本当に注意しないといけないということで、まあ、ロックダウンが実施されていて、まあ、1月の30日までこの実施される予定だったんですけれども、ここに来てまた延長されることになりました。2月の、ね、14日までということなんですね。で、前
以前この、動画でもお話しさせていただいたんですけども、まあ、報道では、まあ、4月ぐらいまで延ばされる可能性があるかもしれませんとお知らせしたんですけども、まあ、それからね、まあ、2月14日にね、まあ、検討されたということで、まあ、2月の14日までの延長となったわけなんですけどもね、まあ、まだまだね、しばらくね、まあ、このロックダウン生活が続きます。で、まあ、この、今、この期待できるワクチンの、まあ、ものがなくて、まあ、不足している状況ですので、まあ、このドイツ政府がね、まあ、期待しているようなワクチン接種ができない状況ですし、まあ、ロックダウンを実施することで感染予防をしていくということで、まあ、この延長されたわけなんですけれども、まあ、それに加えて、この、ロックダウンの内容はね、若干ね、ちょっとね、変わることになりました。で、現在、この、例えば、この商店を利用する際、また公共の交通機関を利用する際、まあ、バスや電車なんですけれども、マスクの着用の義務化がされています。で、マスクの義務化ということなんですけれども、まあ、鼻と口を覆うものであれば、特にマスクの規定はありませんでした。ですから、例えば、まあ、こういったショールで鼻と口を覆ったり、またね、手作りマスクを使ったり、で、まあ、もちろんこういうサージカルマスクですね、オペマスク、不織布のマスクなんですけども、こういうものや、まあ、高機能マスク、こちらね FFP2 マスク、まあ、KN95 と呼ばれるマスクなんですけども、まあ、どれを使ってもね良かったんですけれども、まあ、この延長されるとともにマスクの規定ができたということなんですね。でこれからそういったこの例えば公共の交通機関、バス、電車を利用する際、また商店でお買い物する際においては、こちら2種類のマスクのみとなりました。このサージカルマスク、不織布のマスク、もしくはこの高機能マスク、FFP2 マスク、KN95 マスクとなりましたのでね、ご注意ください。で、まあ、これまでにも、どのマスクが効果があるのかっていうね、ちょっと話はね、話し合いとかね、まあ、そういう、議論も出ているんですけれども、まあ、この欧州医薬品庁も進めているのが、やはりこの高機能マスクなんですね。で、というのも、このウイルスそのもの、この新型コロナウイルスそのものがかなり小さいものなんですね。まあ、0.2 マイクロメートルということで、髪の毛、まあ、660分の1、でもしくはね、まあ人の細胞の165分の1ということなので、かなり小さいので、で例えば、まあ、こういったね、まあ、素材のショール、まあ、あとは、まあ、こういった布マスクなんて、まあ、通過してしまいますよね。で、もちろん、この不織布であるオペマスクも、まあ、この素材そのものがね、やはりね、この網目が大きいので、このウイルスを通過させてしまうんですね。まあ、ただし、例えば、飛沫感染、このウイルスでも、唾液とか、まあ、痰などの、まあ、水分を含んでいたら、まあ、粒子が大きくなるので、網目は通過しないですので、まあ、花粉と同様にね、まあ、例えば花粉症の時期でもこういったマスク使われますよね。花粉症の花粉そのものも大きいので、まあ、この、飛沫感染においてのこの新型コロナウイルスも、この唾液とか、まあ、そういう痰とか水分を含んでいたら、まあ、通過はしにくいんですけれども、まあ、それでもね、やはりね、この防御はできないマスクなんですね。まあ、そういうこともあって、まあ、この欧州医薬品庁が進めるマスクとしては、やはりこういった高機能マスク、FFP2 マスク、まあ、KN95 マスクと呼ばれるものなんですね。で、この私自身も昨年の、6月ぐらいかな、このもう FFP2 マスクというものに、まあ、取り替えて使っていて、もう8ヶ月ぐらいになります。まあ、当初は、まあ、かなりこの密閉感があるので、まあ、息もしにくくて、まあ、この動いたりとかするとね、かなりちょっと息苦しさも感じて使いにくかったんですけれども、でもやはりね、感染防止という面から見たら、まあ、こういったね、高機能マスクを使うのが一番効果的ですのでね、やはりね、まあ、今にして、まあ、このドイツにおいてもどのマスクを使うのがまあ効果的かというね話も出ています。でもまあね、今回はまあこの公共の交通機関とか、まあ、商店を利用する際には、まあ、こういったね、まあ、この2種類のマスク、オペマスクか FFP2 マスク
が使うということになっていますのでね、これからちょっとマスクを購入される際にはね、ご注意ください。この現在ね、この FFP2 マスクとか KN95 と呼ばれるマスクなんですけれども、結構手に入りやすいんですね。薬局とか、ドラッグストアでも販売していますし、またオンラインでも購入できて、だいたい1つあたり、日本円で400円、500円前後ぐらいなんですね。4ユーロ前後なので、買いやすい値段にもなっていますのでね。そういうことなんですけれども、でこのマスクにおいてなんですけれども、2月の1日からこのドイツの飛行場、飛行機内においてはこのマスクの着用、FFP2 マスクの着用の義務付けがされています。で、2月の1日からなんですね。で、これまでにも、2020年の、昨年の、6月ぐらいからもうこの航空、飛行場、またね、飛行機内においてはマスクの着用が、求められていて、鼻と口を覆う、マスクを着用しないといけないという、規定があったんですけれども、マスクの規定まではね、されていなかったんですが、2月の1日から、このドイツの飛行場、飛行機内においては、この FFP2 マスク、KN95 マスクのみが、この認められるということになっています。で、しかもね、このベンチレーター付きではないということなんですね。こちらのね、このベンチレーター、排気弁なしのマスクとなっています。このね、排気弁付き、私普段使っているんですけれども、自分の息は出るので、このなしのものよりはね、使いやすいんですが、ただしね、相手にはやはり自分の吐いた息がいってしまうのでね、そういった意味ではね、この飛行機内で使うのはね、やはりちょっと感染拡大の原因にもなるということで、こちらの排気弁なしの FFP2、KN95 マスクの着用となっています。で、このルフトハンザとか、ユーロウィングとか、飛行機会社があるんですけども、このドイツにおいてはね、この飛行場やまた機内を利用する際にはこのマスクの着用と義務となっていて、で、すでに1月の25日今日からなんですけども、オーストリアでは全国内の全飛行場、機内においてはこの FFP マスクの着用の義務となっています。そういうことなんですね。で、ただね、やはりこういうね、高機能マスクで、この密閉感があったりとか、息がしにくいっていうね、この、点もありますので、例えば、身体上、呼吸しにくかったり、もともと持病があって、こういうマスクをつけると、息がしにくかったりとか、あと肌がかぶれるとか、そういったね、身体的な影響がある場合に限っては、医師の診断書が必要なんですけれども、このマスクの着用はね、しなくても、それに代わるものでもね、いいっていうことなんですね。でも必ず、この、医師のね、診断書がね、証明できるものがね、必要となりますので、そこの部分でもね、ご注意ください。で、また、そういうね、健康的な問題で、こういったマスクが着用できない場合は、この免除がされるんですけれども、あと、未就園児の、お子さんたちもね、こういったね、マスクの、着用はね、免除されるということになっています。そういうことで、まだまだね、このドイツも新型コロナウイルス感染症の拡大が収まらず、厳しい現状にあるわけなんですけれどもね、引き続きね、皆様も感染症予防にお努めください。また新しい情報が入り次第、お伝えしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。夫が会社でもらってきたマスクになります。現在会社でも社内ではマスクを着用しないといけないということなんですね。で、これまではサージカルマスクだったんですけども、今回はこの FFP2 マスクが配られているということです。んで？Die Maske ist sehr gut, aber sehr warm. Gut aus. Dankeschön.